おはようございます、こんばんは、マリュウです。さあ今日もウォールバッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はテストサーバーに来てますね。パスファインダー新しい機体の、テストということで、行ってきたんですけど、正直なところ行くとね、パスファインダー出してる余裕がないね。これを出してるとさ、もうタイタン出すのが遅れちゃって、そうするとね、もうタイタン先に出されたらね、それでもう負けちゃうの、すぐもうあれしちゃうから。なんでなんかテストサーバーするのにさ、このFLとかさ、なんだろうなアルティメットのさ、こういう武器って、ね、さ、テストサーバーにそぐわないね。正直そう思いました。使ってる本人が言うのもなんだけれど、使わざるを得ないんだよ。でもね、これを使うとさ、パスファインダーのね、出してる余裕がない。で、強いのは強いと思いますね。これだっての遮蔽物越し後に敵にさ、サプレッションとロックダウンかけるよね、こいつだと思うんだけど、よく分かってないんだよね、まだ。でやたらとさ、硬いんだよね。 なんだろうこれ、なんか赤いやつが周りに出てるのが、あれがなんかのカゴなんだよね。よく分かんなくてさ、まだちょっとよく評価できてません。パスファインダーの使い方がよくできてなくて、出してたらとにかくね、タイタンゲージがたまらないので、この子出してると、結局おちょこちのね、ビリビリおちょこち出さざるを得なくて、なんだかな、テストになんねえな、つまんねえなとか思っています。と言いながら、一戦だけ今日は見ていきますけれど、特にね、パスファインダーの、動画作ろうと思ったけど、新しい新マップの、一番綺麗なやつね、綺麗なやつが、今回、リマスターされてるので、それをちょっと確認しに行ったんですけど、綺麗なのは綺麗だけれどさ、このマップね、見にくいんだよね。形とか車線とか段差が多すぎて、車線通らないとこにさ、この醜いさ、カラーリングされたらさ、敵がさ、建物の前にいるのか後ろにいるのかがすらよく分かんない。なんかそんな感じなので、すっごい戦いにくいです。なんでこんな色にしたよって思うぐらい、って思いましたね。戦いながらそんな感じなんで、あとは本当にね、段差が多すぎて、下手にね、段差の上に乗ってたりするとさ、横っちょの段差行けなかったり、段差の下を降りちゃうともうね、逃げ道なかって、やられちゃったりとかするので、まだよくマップのさ、特性をね、理解してません。そのあたり戦いにくいなと思いながらさ、とにかくね、敵のタイタンがさ、すっげー出るの早くて、それに対応するためにさ、もうなんかね、なんかつまんない試合になってる。ということで、一戦だけ見ていきたいと思います。よろしく、どうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはクイックマッチだ。さあどこの、モードは支配ですね。マップは新マップ、マッププロトタイプを選びます。今ね、一番綺麗なモードにしてますね、画質。なんかそれが今回新しく登場したっていうので、確かに綺麗なんだけど、これ中央のさ、これ分かる？これちょっと敵がさ、全然分かんない。段差とかさ、全然分かんないんだよね。で、建物の色と建物の裏にいるのか前にいるのかも分かんなくて、こう見てさ、パッと見て、あそこいるんだよ、敵いるんだけれど、なんか分かんないでしょ、これ。これなんだよ、これって。この色使いがさ、もうね、めんどくせえ。キルいただいていく。さあ、あとね、両脇のビーコンってね、この中央から渡れなくてさ、下手に上乗って敵の強襲受けたりするとさ、味方のあれのとこにこっち来る。早くタイタンゲージ貯めないともうね、ダメなんだよ。でさ、この位置はね、割とこうブラインド結構あって、なかなかね、攻めにくいんだけど、その今正面にあるそこの城のビーコンのところね、ここがさ、こっちから行けないの。なんで一回上乗っちゃうとさ、ダメなんだよね。もう見ての通り、これで戦いにくいんだよ。これすっごい戦いにくい。で、ここはね、後ろからここ、あの位置からね、車線が通るんで、ちょっとね、動きにくいんだよね。ちょっとさ、
パスファインダー今回テストされてるじゃない、すっげえ足止められるわけよ、あのパスファインダーで。だからさ、あの足が止められるさ、このテストサーバーの環境すっごい戦いにくいの。これリアルサーバーだと、あれね、なんだっけ、アバランチじゃねえや、ドローンじゃねえ、母艦のあれがあるからさ、まあいいんだけど、アバロンがあるからさ、全然足の子は止まんなくていいんだけど。いや、そしてトリプルキルはいただけそうもない、トリプルキルはいただいていく。でもビーコンは思いっきり負けていく。このさ、おい、ハリケーン使ってるのがさ、もうこれ精神折れるんだよな、このハリケーン使われると。お前そのクソ武器でさ、何の役に立つって話よ。ほんとね、ハリケーン使ってるやつで意味がわからん。お前ライブサーバーでもやってんのかって話だよね。よし、あと竹がすぐね、あーやっぱり手前に、あーなんで手前に、あー下がっていくのか、あーやりきれなかった。もうね、もうほんとなんかさ、あとさ、もうアルティメットのイオンあるじゃない、あれがね結構ね瞬発の火力が結構出るんですよ、これで。アルティメットのイオンすげえ使われてんだけど、それがねまたね、テストサーバーのさ、この火力バランスを見たいんだけれど、全然バランス見れないんだよね、強すぎて。あれかで、ライブサーバーはさ、あんなのさ、何本も3本も4本も手にはなかなか入らないからさ、アルティメットは実はね、このライブのテストサーバーでさ入れるのやめてほしいんだよな、ほんと。機体とこの武器のこのバランスとか見たいんだけど見れないよ。みんなイオン使ってくるから、まあまあ敵も使ってくるからこっちも使わざるを得ないからさ、そうするとね、テストの相手はずっと持ってるな。よしよしよし、ミュートかかってるな、ミュートかかってるけど、なんであんな硬いよ、なんかすっげえ硬い、あいつ何個積み積んでるよあれ。あーやりきれねえ、いやなんであんなに硬いよあれ。いやなんかさ、全然さあれなんだよね、敵と味方のさバランス悪いっていうかさ、あいつなんか出しますよ。あーまた上行く、あーまた上飛ぶ、なんで上に竹が飛ぶんだよ、もうほんと勘弁してくれよこのクソ竹。いやーこれでやられたな、これで。あーほんとにもうクソ竹だな、ほんとほんと。なんでさ、もう手動にしてんだからさ、このさ、そうですね、なんかイラつくわ。クソタケが。全然ねこのタケがさ、こういう二度押ししてんだけど、なかなかねかかんないのこれ、ダブル枠が、このロック枠がさ、それでねなかなかちょっとさ、なんかいまいちなんだよな、ほんといまいちなんだよ全てが、ほんと。あ、もう敵2かしかないのか、なんでこんな少ねえよ。もうこうなったらね、クオンタムのままずっと歩いてるだけでいいから、もう楽なお仕事になっちゃうから。俺これもね気に入らないの、このあーこれ当たるんだよ、この高さ当たるんだよ、やべやべ。でここの近距離だと当たる。いや、そんな打たなくて、もうビーコンさん考えたらさ、全取りしていかないと勝てないぜ。おいおい。いや、これ勝とうと思ったらさ、もうタイタン降りないといけないんだけど、そうしないとクオンタム持ってる俺がこうやってテクテク歩いていくから、こうやって。うん、ほんで勝ち確だね。よし、そこ見えてる。落とすんだろ。あとは誰かがやってくれるんだろうね。本当にね、タイタンとさ、このね、テストサーバーの最後俺がやる。よし、そして俺がやっていく。タ
タイタンとこのね、あの通常機体のさ、バランスの悪さがクソすぎて、本当にいまいち感満載だね。まあいいや、こんなんだよテストサーバー。なんかねテストほんとしにくいさあリザルト見ていこうか。まあリザルトどうでもいいんだけどさ、テストサーバーだからね。とにかくねこのマップはさ、段差とね醜さでさ、あ1だったね、10キロ3秒、あの段差と色ね、このテクスチャーの色がものすごく見づらい。あの紫がかったちょっと泥っぽい色でしょ。で段差がさあるので、あと敵の色がさなんか保護色みたいになっちゃうと、あの今あのギブアウェイでやってるさ、あのさあのシェンロンね、ルノールシェンロンね、あの泥カッパなんですけど、あんなのこんな動きたらさ全然見えないよ多分。もう本当にねこの色っていうのをなんとかしてほしいわ、この、うん、と思いますね。まああのやろうと思えばさ、そのコントラスト上げたりとかすりゃいいんだけどさ、まあ、それちょっと半分なんかこう反則っぽいじゃない、だからやってないのだけどね、こうほんとなんかね色合いとかさなんか気に入らなくてっていう感じでしたね。ということで、一斉見ていただきました。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。